ウィドネス・バイキングズは、イングランド、チェシャー、ウィドネスのプロラグビーリーグクラブである。2019年はチャンピオンシップでプレーした。ホームグラウンドは、ハルトンスタジアム。1875年にウィドネスフットボールクラブとして設立された。1895年に北部ラグビーフットボール連合を結成した22クラブの一つである。歴史的な愛称はザ・ケミックスであり、ウィドネスの主要産業である化学工業にちなむ。現在は現代的な愛称であるザ・バイキングスを使用している。1970年代、1980年代、1990年代に成功期を享受した。1975年から1984年までの10年間でチャレンジカップの決勝に7度進んだことでカップ戦の王とたびたび評された。1989年3度目のラグビーリーグチャンピオンシップを手にした後、ウィドネスはオールドトラフォードでオーストラリア王者キャンベラレイダーズを30対18で破り、初の公式な世界クラブ王者となった。ウォリントンウルブズとは強いローカルライバル関係にある。ファーマース&アップルトンフットボールクラブの結成を伝える1875年のウィドネスガーディアン紙の新聞記事。ザ・ファーマース&アップルトンクリケットクラブは1871年に設立され、4年後にクラブのメンバーらは急成長するフットボール行動を受け入れることを決めた。新たに設立されたファーマース&アップルトン FC の知られている初試合は1876年1月にウィドネスで行われたノースウィック・ビクトリアとのラグビールールの下での一戦である。数週間後にノースウィックドリルフィールドにおいて、サッカールールでの雪辱戦が行われた。どちらの試合もビクスが勝利した。1876年5月までに、クラブは名称をウィドネス FC に変更し、組織のクリケットチームは解散していた。1870年代末までに、クラブはザ・ケミカルズと呼ばれるようになり、その後、ザ・ケミックスに短縮された。1895年、ウィドネスはラグビーフットボール連合が独立した北部ラグビーフットボール連合の創設メンバーとなった。ありがとうございます。